隣よろしいでしょうか。こんな年寄りの隣でもよければ遠慮せんでよいぞ。そうじゃ、せっかくなので何か茶飲み話でもしましょうかの。ならばグローマさんが将軍だった頃の話をお聞かせ願えますか。当時からとても強かったそうですね。どのような武勲を立てられたのですか。私が将軍だったのはそなたが生まれる前、もう随分と前の話じゃ。あまたの戦場で敵を叩きのめし、腐敗の鉄拳と恐れられた。武勲といえば聞こえがいいが、人殺しが得意ということですわい。後悔されているのですか。覚悟を決めた武人同士であれば悔やむことはない。じゃが私はある戦で罪のない民を、大勢のローゼル族を巻き込んでしまったのじゃ。なぜ戦場にローゼルが。縁故から逃げ出した一団を私が攻めた砦の兵が捕らえていたのだ。敵将サンドバレー砦を守る指揮官は手ごわかった。私は勝ちに流行って火を放ち砦を焼いた。その結果砦は落とせたが、後になってそこに大勢のローゼル族がいたと知ったのだ。戦では思いもよらないことが起こる。避けようがないことだったのでは。焼かれたローゼルたちもそう言ってくれるじゃろうか。あなたは自分が許せないんですね。そうじゃ、周囲は勝利を褒めたたえたが、あの砦に転がっていた真っ黒な塊は自由を求めて逃げ出した民たちだったんじゃ。なんとか忘れようとした。だがついに耐えられなくなって全てを捨てて逃げ出したんじゃ。幸い後を継ぐ弟子も育っておったしの。それ以来お一人で放浪を。まあの、じゃが逃げても逃げても後悔は消えなんだ。そこにこたびの海戦、ノゼリアの大地で再び流血の悲劇が繰り返されようとしておる。だから今度は平和のために武器を取ると決めたのじゃ。それが殺してしまったローゼル族に対してのせめてもの罪滅ぼしではないかと思ってな。そうだったのですね。ごめんなさい、気軽に武勲の話が聞きたいなんて失礼なことを。ほっほっほ、とんでもない。誰かに聞いてほしかったんじゃ。年寄りの長話に付き合ってくれて感謝しますぞ。
思っていた以上にエスフロストを受け入れていた人が多いですね。グリンブルクは古い歴史を持っている。でもそれゆえに身分や前例をとても重んじる。新しいことを始めるのが難しい国よ。一方グスタドルフ総帥は自由を掲げ、力のある者にはどんどん機会を与えてくれる。グリンブルクの飲酒を窮屈に感じていた民にとってはそれが新鮮で魅力的だったんじゃないかしら。そうですね。でもあの人の言う自由はもっと貪欲で厳しいもののはず。おお、フレデリカ様、こちらにいらっしゃったのですか。ボルフォートからの伝令ですね。どうしたのです、そんなに慌てて。はっ、ボルフォート城より先代ご当主シモン様の伝言を受けてまいりました。シモン様がお目覚めになったのですか。はい、気もしっかりしておられ順調に回復されています。王都奪還の知らせを大層喜ばれて、ぜひ皆様をボルフォート城でねぎらいたいと仰せです。セレノアの喜ぶ顔が目に見えるようです。早速お伝えしなければ。もう一つお伝えしなければならないことが。こちらは悪い知らせです。ウォルフォート領に何か問題が。はい、ローゼル村の周辺を盗賊たちが荒らし回っているのです。恥ずかしながらウォルフォート城の兵だけでは退治できず、セレノア様に相談に参った次第です。手強い相手なのですね。ではローゼル族の村を。ひとまず皆に知らせましょう。伝令のあなたも一緒に。あれあれ、何やら慌ただしくなりそうね。戴冠式を行うだと？それは今やるべきことか。民の不安を鎮め信頼を取り戻すためです。また我々王党派の願いでもあります。失われた王家の権威を再度国内外に知らしめること、それこそが国の安寧につながるのです。形なきもので安心できるような状況か。今必要なのは今日の温かな食事のはずだ。心配ご無用、そちらはウォルフォート家が担っております。しかし真にグリンブルクの支えとなるのは亡きレグナ王の正当な後継者が戻ってきたという事実。戴冠されたロラン様が玉座におられるだけで民の心は自然と一つになるでしょう。玉座にいるだけだと。そうです、王の第一の役目は王国の象徴であること。祭りごとに関することはすべて我々にお任せいただければよろしい。まだあなた様は王になられたばかりなのですから。パトリアと戴冠式は不要である。民の声に耳を傾けろ。これは命令だ。かしこまりました、ロラン王。ヒュエット、民の様子はどうだ。支援物資は行き渡っているか。それがハイサンドから多くの支援が届いたはずなのですが、民は不満の声を上げています。どうやら民に渡っていないものが大量にあるようです。なぜそんなことになる。わかりません。ただ
パトリアド殿ら王党派貴族が物資の配分に口を出しているようです。王党派貴族たち、放っておくことはできんな。ウォルホート家とエグスアム殿らの連合軍は見事王都を奪還しました。のみならずタラースら指揮官を撃ち、エスフロスト軍に大きな傷を負わせたそうです。上々の成果ですな。今頃グスタドルフはどんな顔をしているか。もう頭を下げて我らに塩を乞うしかないでしょう。いや、いっそこれを機にエスフロストを打ち滅ぼすのも手かもしれませんな。エスフロストには鉄の資源と技術がある。甘く見るのは危険です。なに、鉄なら手に入ります。グリンブルクに命じてノゼリア新鉱山を攻め取らせ献上させればいい。王都奪還を全面的に支援してやったのです。対価としては安いものでしょう。ノゼリア新鉱山、エスフロスト侵攻のきっかけとなった場所、鉄鉱山のはずだが妙に引っかかる。ミロに探らせてみるか。イドー殿。ともあれ、塩は我らが抑えているのです。エスフロストが値を上げるのを待てばよい。それにグリンブルクは復興の援助を求めてきているのでは。はい、ロラン殿、セレノア殿からそれぞれ王都の被害報告も届いています。復興のための援助をたんまりと送りなさい。ただし七聖人たるセレノア殿を通じて。承知しました。民に女神の加護を知らしめるだけでなく、あの二人への良いくさびにもなりましょうな。じっくり飲み込みましょう。エスフロストもグリンブルクも。皆のおかげで王都の被害状況は分かった。この情報をもとに復興を進めよう。それからウォルホート城から嬉しい知らせが届いた。父の意識が戻ったそうだ。回復も早く、もう立って歩けるほどだという。おお、シモン様が。早く我らと会ってこれまでの苦労をねぎらいたいとおっしゃっている。急いでウォルホート城に戻りましょう、バカ。そうしたいところだが、伝令からはもう一つ気になる報告があった。ローゼル族の村の周辺を盗賊たちが荒らしているのです。あの村はもう誰も住んでいないはず。盗賊どもめ、根城にでもするつもりなのか。あの村が荒らされるのを見過ごすわけにはいきません。ローゼル族が帰る場所を守らなくては。遅れてすまない、突然だが頼みたいことができた。何事ですか。パトリアとら王党派貴族たちが支援物資を横領している疑惑があるのだ。まだ確証はありませんが、必要としている人々に
物資が渡っていないのは事実です。何が起こっているか調べねばならん。ウォルフォートの力を借りたい。なるほど。こちらも今後の相談をしていたところです。一度整理させてください。やるべきことは3つ。目覚めた父の要請に応えてウォルフォート城へ帰るか、盗賊に狙われているローゼル族の村を守るか、オートでオート派貴族の不正を調べるか。シモン殿が回復されたのか。それは良かった。ウォルフォートの働きに対し会って礼を言いたいところだが、そうもいかない。今王家を非難する声が高まっている。俺はこのオートで不正の真偽を確かめればならん。シモン様がお目覚めになったからには御用代を確認し、これまでの詳細を報告しなければ。セレノア様、ウォルフォート城へは私が参ります。どうかご許可を。私はどうしてもローゼル族の村が気になります。私だけでも村を守りに行かせてください。いくらなんでも一人では危険だ。もちろんウォルフォートの兵の力もお借りします。それに覚えていますか、初めてあなたにお会いした時のことを。もちろん。港であなたは盗賊たちに襲われていた。そう、あの時セレノアが助けてくれなかったらどうなっていたか。でも今の私はあの時とは違う。ウォルフォートの名に恥じぬよう強くなったつもりです。信じて任せていただけませんか。わかりました。うん、俺とフレデリカ、ベネディクトはそれぞれ別行動を取るのが良さそうだな。そのようです。その上で私と他の者たちがどう動くかを決めましょう。信念の天秤を持て。Thank you.
セレノー様。確かに。考えさせてください。若、確かに。私は なるほど。では、投票を始めよう。ウォルフォート領に戻るか、ローゼル村に行くか、それともこのままオートに留まるか、それぞれの信念を天秤に預けてくれ。
セレノア様のご意見に。あなたを信じましょう。若のご意見に。新年の天秤よ、我らの選んだ道を示せ。道は定められた。我らはフレデリカと共にローゼル村へ行き、盗賊から守る。私はフレデリカと共にローゼル村を守りに行く。盗賊の目的が何であれ、あの地を踏みにじらせはしない。ありがとう、セレノア。心強いわ。分かった。お前は領主の務めを果たせ。王都のことは俺が何とかする。では私は若様の代理としてシモン様へ報告に行ってまいります。ではロラン様、ベネディクト、それぞれ用を終えたらまた王都で会おう。